わせてみれば君と僕は正反対で数値だとしたら6と9のようなもんだ。急に一人にされた今では食べ散らかしたインスタントの空の容器と6でもない僕が残った。いろんなことが望み通りにいかなかったな。浅はかだったな。そのうち忘れるんだって思い詰めてもしょうがないんだって。戻らないものはもう戻らない。何度も手に取る写真は破れず君は嫌いだ。一つずつ紙飛行機に変えながらただ願うんだ。できるだけ遠くへ飛べ。繰り返し見た韓国映画でもう見てみよう。気を紛らわそう。それでもいつかひょっとして君を思い続けてればってくだらないものがまだなくならない。情けなく引きずり続けている自分が嫌いだ。なんだかんだ言ってたってこの性格は変わらない。いいじゃない。力なく吐くため息交じりの君の名前。